エクリブリウムはドイツ出身のエピックメタルバインド。ストリングスとフルートとエレクトリックギターなどでドイツの伝統的なメロディーをリフに取り入れ、フォークメタルとシンフォニックブラックメタルの要素を含むサウンドが特徴。歌詞はゲルマン民族の話やゲルマン神話を主題としたものが多い。UK ダービーシャー公演2001年男女混成をラインナップに バイエルン州シュタルンベルクで結成。同州のミュンヘンなどを拠点に活動を始める。2005年、神々の紋章、トゥリス・フラター・マイナスでデビューし、コマンダー、シクロ・ナミカと共にツアーを行った。2006年にニュークリア・ブラストと契約し、2008年には、セカンドアルバム、サーガス、サーガス・マイナスをリリースした。2010年、ヘルゲ・シュタングと、 マヌエル・ディカミッドが脱退し、ローベルト・ダンが加入した。その後、サードアルバム、レクレイト・ゥアをレコーディングしリリース。マヌエル・ディカミッドが、録音のみ協力した。レコーディング後に、トゥバル・レファイリが加入。2013年、ミニアルバム、バルチラインをリリースした。アルバム内には、テレビゲームであるスカイリムのテーマソングのカバー曲、ヒマルズ・ランドも収録されている。 2014年6月、ホースアルバム、エデン・テンプルをリリースすることが発表された。その2日後に、アンドレアス、サンドラが、リリース後にバンドを脱退し、代わりに、ドミニク・クレー、イエン・マユラが加入。オリジナルメンバーが、ベルティオームだけになる。2015年、マユラが脱退。代役にマルクス・ソルバルトが参加し、翌年に正式加入。 男女混成がここで途切れる。また来日公演を予定していたが、諸事情によりキャンセルした。2016年、フィフスアルバム、アルマゲドンをリリース。2017年3月、2年越しの初来日公演。2019年5月、新アルバムのリリース予告に合わせて、ベーシストのマル。2019年9月時点アルバム、ありがとうございます。